どうも皆さん、アリナちゃんです。アリナ事務所へようこそ。久しぶりで。でもまだ皆さん、登録してるぞとお願います。そして、久しぶりで、だからこそ楽しみで。日村さんの、まだ確かにチェックしてなかった曲でしょ？ロクシー。なんかこのタイトルめちゃくちゃ知ってる。けど、曲確かに聞いてなかったね。多分皆さんかなりリクエストしてたね。なんか時間かかってごめんなさい。でもちゃんとこのライブまで曲までたどり着いただから、ぜひ一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、GO! え、GO! いいね。かっこいいね、やっぱり。この衣装も、かなり。くせ、ロクセ、ふふふ、おおおお、あ、かっこいいじゃん、めちゃめちゃかっこいいじゃん、メロディめちゃくちゃいい、お。いい声ね。改めて。おお。これ、なんか、ああ、いいね。わあ。おお。いい曲、いいパフォーマンス。多分皆さんのリクエストたくさんしてないこの曲、多分名曲しか思えない。おお、かっけえ、かっけえ。いい声ですね。ああ、そしてこのや目つきのやばさ忘れたぐらいね。やばい。ああ、いいな。やるな。かっこいいな。拍手拍手拍手、かっこよかった。めちゃくちゃすごかった、このパフォーマンス。全体的にね、メロディー最初からめちゃくちゃ好みだと分かったし、結局だからこそ曲も好きってすぐに分かった。好きだし、なんかパフォーマンス雰囲気
全部いいな、よかった、本当、いい教皇、かっこいい教皇。私好きな感じで、なんかロックでダンスフルで、エレジーな教皇、エレジーもらうな教皇。ね。はい。皆さんのコメント待ってます。どの曲の曲のこと好きですか？英語聞いてますかな？ぜひしてください。そして、はい。今日も久しぶりで、でも個人的に本当に楽しかった。久しぶりだからこそ見た。そして皆さん、また同じく楽しくて、楽しかったなら本当に何よりです。そして、そんならぜひグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いしますね。そして、なんか他のまだチェックしてなかった曲があったら、ぜひもう一度リクエスト残してくださいし、今度こそ一緒に次のリアクションで会いましょうね。バイバイ。